どうも、モテサクです。走りの学校オンラインスクール3月目にはやってみました。皆さん調子はどうですか？だいぶね、暖かくなってきたんで、ちょっと久しぶりだったんで、あんまり動き自体はね、ちょっと納得いかないところも多かったんですけど、まあ、メニュー自体はそんなにきつくもないなという感じの印象でしたね。1月以降ちょっとメニューの構成が変わって、まあ、練習会とかそういうものと基本的には共通の内容というか、誰がやってもそんなにきつくはないというメニューになりましたね。で、陸上球技小学生っていうのも、今までコース別に強度を変えたりしていましたけど、まあ、それ自体も基本的にはなくなって、全員が同じメニューで、まあ、そうですね、毎回、10m、30m、50m の測定はその都度行うんですけども、まあ、月間メニューで何が変わっていくかというと、まあ、月ごとに、先月だったら弾むホップですね。ホップのメニューを中心に強化していくと。で、今月3月は空中スイッチですね。足の切り替えと。で、週間メニューを皆さんやってると思うので、基本的にはね、動き自体はもうできているという前提で、毎月のメニューとしては週間メニューで身につけたものをコツコツと、繰り返してね。で、まあ、それぞれのレベルに応じて、それぞれ強化したい、まあ、フィジカルをどこまで強化したいかっていう目的に応じてですね、練習の回数とか、頻度を調節して取り組んでいくという趣旨になりましたね。で、僕はちょっと今月1回目ですけれども、そうですね、まあ、だいぶ暖かくなってきたし、まあ、ちょっと久しぶりになってしまったんですけど、2月で、ね、1回ちょっと体調が低下したりなんかして、なかなかそうですね、やっぱりなかなか月間メニューっていうと週に、2回はやった方がいいのかなと思います。で、それ自体がちょっと、まあ、ペースとしては僕自身はなかなか落ちてしまっていたので、まあ、積み上げというよりはもう最低限をキープするというような状況で、まあ、この冬ね、終わって、まあ、これから春に向けてはですね、もうちょっと個人的にはね、もうちょっと頻度を上げて週に2回ぐらいは最低、この月間メニューをねやっていこうかなと思ってます。で、まあ、できる人はもっと回数増やしても全然大丈夫な内容かなと思います。そんなに強度があるわけじゃないので、1回1回の強度がめちゃくちゃ高いので休養を長めに入れなきゃいけないとかそういうわけじゃないので、まあ、毎日やっても大丈夫じゃないですかね。1日おきぐらいがいいのかもしれないですけど、これぐらいの強度だったら僕は毎日やってもいいのかなとは思いますね。スイッチを、まあ、いくつかね、ミニハードルメニューを組み合わせたような感じの月間メニューになってますけど、これぐらいであればなんていうかやりすぎてどっか壊すみたいな強度のものではないかなと思うんで、各自ね、クラブチームに所属していたり部活をやっていたり、あるいはもうこのオンラインスクール以外は何もしていないとかっていう事情があると思うんで、それに合わせてで自分の目標がどこにあるのかとか、健康維持の程度であればね、週1回でもいいと思いますし、本当に部活で、ね、ガチでやっていて、本当に強化したいんだっていう人はね、毎日でもやった方がいいのかなっていう気もしますし、まあ、あとはそのクラブチームの練習の中に今の月間メニューに提示されているような中身のいくつかをピックアップして、まあ、なんていうか空いた時間に組み込んでおいて、まあ、それを月間メニューとして捉えるっていう、やり方でも全然いいのかなと思いますね。まあちょっとね、オンラインスクールの月間メニューの扱い自体も今までとちょっと変わってきているので、どういうやり方が正しいのかっていうのも必ずしもね一つに決めれないなと。で、そういう趣旨なんで、逆にそれぞれが自主的に考えて、決める余地が
ってきたっていう風に捉えてもらえればいいのかなと思いますね。だから必ずしも全部ね、まずは僕一応ね、メニューにしてたんで、全部全部やってみたんですけど、やってみた上で、まあそんなに強度があるわけじゃないっていうことです。ということでね、皆さんそれぞれの目標に向かって、結果メニュー利用してやっていけばいいんじゃないかなと思います。ということで、頑張っていきましょう。お世話になってる。
1、2、3、4、5、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 1、2、3、4、